さん。あ、お母さん。青木さん。お母さん。こんにちは。こんにちは。どうしたんですか、今日は。ちょっと僕、山ちょいってブログをやってるんですけど、はいはい、見てますよ。見てますか、本当ですか。あとヤマハのホームページ一番最初にありました。いや、ありましたね。右下の方に、はい、それで、はい、動画を作ってるんですけど、はいはい、動画になんかジングルとか BGM を入れたいなーなんて思って、こう僕の大好きな雑誌を読んでたら、いいソフトがあるじゃないですか。何を見つけてきたんですか。シーケル。なんか青木さん、そういえばあの説明してましたよね。え、至るところで僕山添で紹介してましたよ。ありがとうございます。なんでそのシーケル大得意の青木さんにちょっとシーケルを使ってそのジングルを作ってもらおうと今日は。なるほど。で、できれば僕、うん、自分でギターを弾いた方がなんかこう思い出のあるジングルができるんじゃないかなと思って。じゃあギターの録音もしてみたいっていうことですか。はい、今日持ってきてないんですけど、ギターの録音自体はこれできるんですよね。もちろんできます。じゃあ今日はとりあえずシーケルの中に入っているたくさんの素材を使ってバッキングからちょっと作っていきましょうか。バッキング、うん、それってなんか難しかったりするんじゃないですか。おー、やってみたら分かりますよ。超簡単ですから。超簡単ですか。じゃあちょっとやっていってみましょうか。はい。今回そのジングルってどんなジャンルとかってなんか決めてきましたか。ロック基本に3種類ぐらい取れればいいかなと思って、ね、ギターを3種類ぐらい取れれば、ね、じゃあ基本となるベーシックなリズムからじゃあ選んでいってみましょうか。シーケルはこのメディアベイページっていうのを使ってそのコンテンツ中に入っているフレーズとかをチョイスすることができるんですけど、いっぱいあるとやっぱさっき言った通りその選ぶのが大変じゃないですか、はい、そこで例えばリズムであればまずこのようにドラム&パーカッションって選んじゃうんですよ。なるほど。そうするとこの右側に出てくるサンプルの種類がもう全部ドラムだけになるんですね。へー。で勝手に選んでくれるってことですね。そうなんですよ。そこが便利なんですよね。で今ロックってもう決まってるじゃないですか、はい、そしたらスタイルからロックっていうのを選ぶとドラムの中でその中のロックだけをまたチョイスしてくれるんですよ。これであればスムーズに選ぶことできますね。ちょっと音聞いてみましょうか、はい、聞くときもすごい簡単で中に入っているコンテンツをマウスでワンクリックするとこんな風に。はあ。